ボートゥール・イーン・ SO4050 ボートゥールはフランスの主導ウエスト社が開発した戦闘爆撃機である。主翼の両側にエンジンポッドを配置した双発の Z 機で胴体の前後にタンデム式の膠着装置を有していた。1952年に初飛行し、その後すぐに量産命令が出された。量産型はボートゥール2と呼ばれ、1979年まで、 運用された。全天候戦闘機型、攻撃機型、爆撃機型の三つの形式があったが、生産機数の約半分が全天候戦闘機型であった。なお、ボートゥールは英語のバルチャーと同様、ハゲタカという意味である。低空爆撃機、全天候迎撃機、近接戦術支援機、偵察機として兼用できる航空機というフランス空軍の要求に基づいて、 1951年6月から設計を開始。単座攻撃機型の A 型、複座爆撃機型の B 型、複座全天候戦闘機型の C 型の3種があり、最初に C 型の試作機 SO4050 から01が1952年10月16日に初飛行した。その後、 A 型の試作機 SO4050 から02が1953年12月16日に B 型の試作機 SO4050 から03が1954年12月5日に初飛行し6機の全量産型の製造の後1957年に量産が開始された。ただし C 型は量産時に N 型に名称変更されている。 A 型は 30mm 機関砲4門を固定武装とし、胴体内爆弾庫と主翼下に爆弾を搭載可能だった。しかし30機製造された A 型はフランス空軍では実戦配備されず試験機として使用された。B 型は機種に爆撃主要のキャノピーがあるのが特徴で、爆弾搭載量は A 型と同じであった。40機が製造され、 フランス空軍発の核攻撃機として、ミラージュフォーが配備されるまで戦略航空軍団で使用された。N 型は機種にレーダーを搭載し、30mm 機関砲4門に加えて爆弾庫を転用した兵器庫に 68mm ロケット弾を116発携行できた。あとに主翼下に R511 空対空ミサイルも装備可能になっている。 当初は140機の発注があったが製造されたのは70機で、その多くは第30全天候航空団に配備された。ボートゥール2は母国フランス以外ではイスラエルに輸出されており、1967年の第三次中東戦争で実戦投入されている。イスラエル空軍への導入契約は1957年に行われ。 1958年に17機の A 型と4機の B 型が、ラマトダビド空軍基地の第110飛行隊に、1963年になると、第119飛行隊の N 型は、第110飛行隊に移管されたが、この際、N 型の夜間戦闘用レーダーは取り外され、A 型と同じ対地攻撃機器として運用されることとなった。1967年の、 第三次中東戦争に第110飛行隊の A 型及び N 型が実戦投入され、初日に一機がシリア上空で撃墜されたが、翌日にはイラク軍のホーカーハンターを撃墜する戦果を挙げた。これは、ボートゥールによる唯一の空対空戦闘における撃墜記録である。イスラエル空軍のボートゥール2は1970年から1972年にかけて退役し、 アメリカ製の A-4 スカイホークに更新された三面図ありがとうございます。